ということで、一緒に作ってみたいなと思ってナンパしちゃいました。来ました。 A、B、C みたいな感じの順番。あ、なるほど。立てると探しやすくない？かわいい。今見ました。ちょっと奥さん見て、これをさ、こうやって立てようとするって。みなさん、こんにちは。プラモアイドル講座滝野です。今日も始まりました、もけんちTV。今日はですね、おなごが来てるんですよ。おなご自己紹介。はい、みなせちかです。これ実写、これが本物のおなご。みなせちかです。本物のおなご。何言って？マジで。何言って？名前。みなせちかです。みなせちかちゃんです。よろしくお願いします。最近ですね、あのアミアミさんのブースで出会っちゃった美少女でございます。別に今日はね、アミコちゃんの格好してないけど、はい、ガンバラ好きなんだよね。そうなんですよ。ということで、一緒に作ってみたいなと思ってナンパしちゃいました。来ました。ありがとう、来てくれて。ありがとうございます。ということで、今日は工具とプラモを持ってきてくれたので、はい、何作るんですか今日は。よいしょ。じゃん、フリーダー持ってきました。これはわかる。わかります。フリーダムはオタクしてた。オタクしてましたね。あ、バッチリ。私もオタクしてた。多分世代ですね、シード世代になります。待って、めっちゃ私より若いはずなのに。あれ、え、そう、私、すごいちっちゃい頃からガンダム見てたんですか？そうですね、小学校上がる前からガンダムを見てたので多分小学校の時ぐらいですね、シードは多分。なのでクラスで話せる人がいないみたいなオタクしてました。そうだよね。男の子しかガンダム見てない時代だね、小学校だとね。一人オタクでした。私ちょうど中学生だったので、まあザオタク不女子みたいな感じで見てました。そう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 、カップリングをめっちゃしてましたね。あー、そっか、なるほど。話す人がいないのでカップリングまで至れなかった。そうだよね、小学校でそれを言ってたらやばいから。やめとこ。健全に作る、健全に。ということで、今日はこれを作ってくれます。はい、作ります。はい、で、私何作ろうと思ったら、家の中のガンプラで同じぐらいのがなかったので、なんかあえて全然違うものを見てもらおうと思って、はい、ドラゴンボールの17号。まあドラゴンボールが分かんないかもしれない。分かります。いやいや分かります。なんとなく知ってる。悟空にしとけばよかったかな。分かります。悟空にしとく。悟空にしとく。ちょっと待っとって。悟空になります。悟空。でもね、これ名前が全然分かんないんだよね。よいしょ。これ読めない。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空。長い、すごい。口言葉じゃない。やばい、めっちゃ長いな。読んで。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空。出るやん。を作りたいと思います。ってことで、ゆるくなんかこうチカちゃんのお話を聞きながらプラモを組んでいくだけなんですが、皆さんもよかったら作りながらまったりしていってもらえたらいいかなと思いまーす。まず早速作りますかね。はい、はい、じゃーん。いやー、ガンプラは何個目ぐらいですか？何個目だろう。なんか大人になって最近また作り始めて、ちっちゃい時作ってたの入れなかったら、多分でも10くらい。あ、でも結構作ってますね。あ、本当ですか？今までで一番大変だったやつ。マスターグレードのニューガンダムです。あー、 MG 作れてるんだ。はい、でもそれ M ないですね。こっちはもうこんなん3秒くらいでできるね。3秒。3秒くらってるのにこんなかかってるの。確かに。いや、でもさ、このビニールのやつあかんくない？あかんない。そうそう、私も今ね、おってやめた。全部出た？出ました。出た。じゃあ、いつもの癖でな、ここに広げてきっとレビューしそうになったけど、違う。今日は違う。よし、じゃあ作っていこう。なんか、こういうのって使ったりしないですか？ダダダダダダン。ないんですよ。やっぱ、あるじゃあやってみてほしい。なんかやると意外と、これ立てるだけで、かなりね、良くなるんですよ。なんか A、B、C みたいな感じの順番。あ、なるほど。立てると探しやすくない？確かに。うん、なんか どうしようみたいな。もっと効率いいやり方ないかなってすごい探してたんですよね。いつもだったらでももっと広い場所で広げて作れるよね。そうですね、家でやるときとかは広げたり、なんかあのマステとかで大きく B みたいな。あ、じゃあそれ やってるならやっちゃおう。あ、いいですか？もちろん。じゃあ薄いちっちゃいマステ。あ、でかいマステ出てきた。マジック、はい、やったー。何でも出てくるから見てください。本当に何でも出てくるんで。キナさんは立てる派ですか？
立て半分立てて、うん、少しでもこう画面をきれいにするもうなんか映像ありきで言ってるんですけど、そうそうそう、なんかまとまってた方が手元の必要なパーツが見やすいかなと思ってやってます。普段は重ねっぱで全然いいです。あ、そうなんですね。なんか、外の制作会の時はこの中だけで全部完結してます。ここにこう順番に立てといて、で手前でパーツ切って、うん、で説明書はなんだろう、この箱と箱の隙間にこう立てるみたいな、あ、へー、感じで、すごい、その方が散らばらない。そう、どこにでも移動しながらみんなと作れるので、うん、結構箱の中完結が多いですかね。部品多いとなんか箱で収まらなくなっちゃいますね。確かに収まらん、収まらんけど、うん、普通は箱の中で作るもんじゃないもんね、プラモって。そうですね、確かに。でしょ我々がちょっとおかしいと思ってこれさ、毎回こうやってるんだったらクリップとか作れば、あー、先になんか目玉って、あー、あー、ちょっとなんか塗装してたきっとないけど、こういうのでさ、うん、もう貼っといて、これ毎回もうこうクリップでこうさ止めればいいだけにしたら楽じゃない。あ、めっちゃ楽。なんかダイソーとかにありますもんね、そういうの。うん、あ、そう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 、っていうのいいと思います。いいと思います。でも急に使われるなって思っていいこと言ってんなと思って、いや、ちょっと帰り買ってこうって思いましたよでしょ、絶対いいと思うね。ちょっとそういうのを増やしたい。うん、やっぱなんか人の作業場とかそういうの見ないと分かんない、ね、そうそうそうじゃないですか、そういう何が必要かみたいな。確かにこれもすっごいいい方法やと思う。あ、本当ですか。そう、だから基本的な ABC とかだけ作っといたら、うんうん、ね、よくかもしれない。確かに、まあ、足りん分これピピュってピュピュって、いいなぁ、こんな番号書いてるのとか嬉しいなうちだって今もうランナー面倒くさいから全部切るかとか思ってましたもんね。あ、本当ですかもうめんどくさいみたいな。もうなんかその一気に行きたいですもん、だって。はいはいはい、それでは準備ができたのでいきました。これもぜひ使います。はい、使ってください。そんなに立たない子は立たないんだよね可愛いか、かわ、今見ました。ちょっと奥さん見て、これをさこうやって立てようとするって接点、接点やばくない、これこの立て方なくない。普通こうでしょ。はい、すいません。バレちゃう。いや、これバカとかじゃなくて可愛すぎだから、いやもう迷わずね、いいとこで押すよ、置くよねって思ってこれ上にしたいなって思った。あ、そうだね、そうだね、そう、ごめんね、上にならなくて、ほんと気ぃつくのごめんね、ほんとにね、おばちゃんに聞くの、ごめん、早い早い早い、作るよ、はい、ありがとうございますはいはい、え、いいのよ何を待ったんだ今はい、作りまーす。でもそれまだ後の方っぽいからもうちょっと前とこっけど、いや、目標は何の目標ですか。何分で終わりましょう今回は、組むだけでいいと思うので、うん、本当になんか綺麗にこうしようとか考えずやったらいいんじゃないか。何分でも結構かけちゃうんですよね。ひなさん大体このぐらいのだと何分ぐらい時間かからんと思います。あ、やっぱ早い。なんか前回1時間でこれ作れるかなみたいに言って2時間かかって使ってあ、じゃあバイクかかるから2時間ぐらいかな。2時間ぐらいかな。はい、目標2時間で頑張りたいと思います。サクサク頑張ります。よろしくお願いします。で、私はずっとこう待ってればいいよね、まだあ、待っててください。終わり30分ぐらいだったら急に始めるかもその時間きついなね、見守られるだけみたいな見守られる回きついな。いでもね、こうやってこう忍び寄るカメラシャキシャキ知ってますいいなぁ、いいね、ピンク持ってんの可愛いわ。そうなんですよ、ひなさん青ですね。そう、普通のやつを使ってます。ピンク可愛い。ピンクって、はい、限定どうだったかな。なんかそれでもいただき物なんですよね。いただファンの方からね、めっちゃ可愛い、いただいて。ピンク可愛いですよね。うん、なんか私ピンクすごい好きなので。ダメ、服もピンクだったわ。今日ピンクなんです、スカートが。キラキラピンクです。ちかちゃんは1個ずつ進めていきます、はい、うん、今 B の7を切ったのでポリキャップの2番を探していますポリキャップくるくる回しても取れるよ。あ、
どっちからかは人によるけど、うん、うん、なんか楽な方でやったらいいんじゃないかな。切った方が良かったかもしれない。どっちでもなんかやり慣れると、うん、こっちの方が早いかなと若干私は思ってるので。あーなるほど。試して好きな方でやればいいので。くるくるできないこいつ。そう、そいつちょっとでかい子だった。できない子だった。できない子ですね。ちっちゃいやつはくるくるした方が早そうです、ね、そう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 。なんか早く組み立てるのはもうあれですか、慣れですか。慣れ慣れ、何も考えなくてもいいと。何も考えなくていい。考えしないわ、組むとき。いや、なんか楽しいと終わるじゃない。まあ確かに。でもそうそう、なんか結構でも思ったより時間かかっちゃうの本当になんかよくあるんで。あの焦らせてごめん、めっちゃ手震えとんのめっちゃ可愛いない。緊張してますね。緊張してる。めっちゃ手震えとる。ちかちゃん頑張ります。ちかちゃん頑張ります。 C だよ。 C だよ。 C だよ。本当だね、ランナー C だね。これは C だよ。作ってる時音消すんでって言われてても喋りながらやっちゃうんで、うんうん、切っちゃうんですか、こんなにおもろいこの会話を。会話じゃないか、一人やから。これがねみたいな。これほっといたら何喋るか聞いててもいいですか。面白い。ほっとかれるの。いや、なんか聞いてみたい、独り言何言ってんねやろなんて。言ったら私だって独り言あれ向かって喋ってるから、あうるさい女なわけですよ。いや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 。通常はどうなんだろうと思って、なんかでもほにゃほにゃ喋ってる。ほにゃ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 してる。あの番号とかよく言いがちよね。あ、言っちゃう言っちゃう。今ね、 C の1の7番探してる。C の1の7番、こっちかな、こっちかな。これの C の私だ。1じゃないな、7番はあるんじゃない。でも7番、7先。よし、このパーツもらってこ。待って待って、違うのでした。あれあれ違いました。あれ、私の何を作ってくれてるのか。それ何のパーツか。本当に切ったら本当に困りそうだもんね。7番ないってなりそうだよね。やめとくわ。本当に困りそうだから。あとでもうなんか先に切っちゃって分かるんですか。あ、分かるよ。なんか形が結構ね、優しいじゃないみんな。なんか全部切っちゃっても全然いいと思う。なんかそう、結構モデラーさんとか先にバーって切って組み立ててるみたいな。そう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 、見てたので多いよね。すごいなと思って。だって彼らは私よりももっともっと多分作ってるから。そうですよね。ね、何年選手っていう方が40年選手とかいらっしゃるので、勝てないというかね。もうそう、やっぱね、すごい経験値が違いますよ。年月はどうしようもないですからね。どうしようもない。あれ、でも多分だけど、ちかちゃんの頃に私も作り始めてるので。おお、そう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 。あ、でも待って、年齢って微妙な感じですよね。言ってます。言ってる。あ、じゃあ問題ないよ。全然大丈夫です。じゃあまんま今のちかちゃんが多分私がプラモアイドルを始めた頃なので。あ、そうなんですね。そうそうそう、だから全然なんかそこから作っても、うん、逆にお金があるから、うん、大人になっていろんなものを買い集めて、確かに一気にこう塗ったりとか、うん、そうそう、楽しくなりました。あ、ね、できること増えますからね、子供よりは。だってアルティメットニッパーなんて買えるわけないもんね。確かに確かに確かに。きっと買うよね、これで。そうですね。そうそうそう。子供の時にやってたことがあって、ちょっとだけ。うんうんうん。なんかその時は本当に簡単なやつというか、SD とかちっちゃい子かな。でもなんかハイグレぐらいやってた気がするんですよね。全然できる、できる。英才教育受けてる。そうなんですよ。すごい。なんか語れる友達がいないまま父親と黙々とやってたんですけど。寂しい。父親と語ってやんなよ。あれは。そうですね。今どっかでお父さんが泣いて喜んでぜ。おー、プロもまた始めてくれたかって。私の娘だったら喜ぶ、それは。始めましたよ。本当に。いや、夢があるよね。趣味を共有できるって本当にお父さん方の夢らしいので。うーん、娘っしょ。そうです、ね、やばくね。こんな娘が作ってくれるやばくね。マジで。いや、頑張る頑張ります。本当に震えとるけど落ち着いて。そんなにあの焦んなくていいよ。はーい、うん、気づいたらバックパックできてるから。大丈夫だよ。気づいたらバックパックできてる妖精さんとかが作ってくれる。そうそう、この辺ね、妖精が結構よろしくって。あー、本当ですか。そうそう、早くね作れるって話題なんだよ。C の7切られそうになってましたけどね、妖精さんにね。そんな悪いことする妖精はいないよ。いないよ、本当に。なんだったんだろうな。大丈夫大丈夫。うん、
作り慣れてるんだねと思ってちょっと安心して見てます。お母さんは、お母さん、お母さんの手ですか、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です。でもなんか教わりながら作るってそうそうないというか、あんまりないので楽しいです。今日本当本当楽しい、何も教えてないけど大丈夫。いやいやいや立て方、立て方、あ、立て方、これ勉強だった、やった買おうって思いましたなんか家だとね、一人だしねってなっちゃいますよね。うん、確かに楽しいけど、こうやって話すのも楽しいなって思って。そうそうそう、ミント作ったりするイベント、ちかちゃんもやってるじゃない？はいはい。やっぱああいうのってさ、一緒にやれるからこう、同じ作業が怖くないというか。うん、確かに。ちま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 休むのって結構普通だったりするのよ。そうなんですよね。それが楽しく感じられるって本当にいいことだよね。解決ないじゃないですか、一人でやってると。そうそう、終わりがない、はまん、これはまんないけどやってんのかなみたいな。それはみんなはないかもしれんそれはみんなはないかもしれん。今日助けてもらえるもんな、汗汗そうやな、助けてもらうね。助けてほしい時いないから、助けてくれる人が。そうやな、いつでも電話しておいで。やったやったぜ。出るとは限らんけど多忙ですからね。いやいやいや、そんなことないよ。プラモしか作ってないよ。プラモ作るより忙しいでしょ。忙しいわ、ね、プラモ待たせたらかわいそうやもんな、うん、そうですね。プラモが泣いちゃう、プラモが泣いちゃう、プラモが泣いちゃう。あ、進んでる進んでる、すごいすごい。ちょっとできてみます。なんかこんなにほっといてもなんかサクサクいけるの超見てて安心する。あ、よかったです。ほんとに、いや本当女の子で苦手な子はやっぱ苦手らしくって、全然形が分かんないんですって。あ、なるほど。そうそうそう、あ、どこにはめるかって感じ。あ、そうそう、向きが分かんないみたいな。うん、そういうのないんだね。そうですね、まあ、やっていくうちになんか、え、これ何みたいになる時はあるけど、なんかたまに、え、これってこの向きでいいのみたいな。あるね、あるね。なんか説明書の向きがなんか立体でよく分かりづらい時とかたまにあって、なんか新しいやつすごい説明書が丁寧すぎて逆に分からんできないよね。あ、そうかもしれない。そう、綺麗すぎるんよね。そうよね。どの向きから見たらなんだみたいな、うん、なっちゃう時とかあるけど。え、もしかしてこんなに饒舌に喋ってるちかちゃん初じゃないですか。初かな、初かな。めっちゃ喋ってるよみんな私頑張ってるよ。そば作るぞ、それで安心するのかもね。何ですか？なんか作ってるから、うん、こっちがメインじゃないですか。喋るのはおまけじゃないですか。確か意識せずにこう喋れるから、楽なのかな。あ、それはありそうですね。自分のことなのよ、ありそうなんですね。そうですね、なんかそういうとこある、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 そういうとこあるんですけど、ありそうですね。ありそうですね。いいなぁ、なんかこういうプラモ女子会みたいな感じで超楽しいやん、こういうの。そうです ね、普段ないもん、こんな。やっぱ男性の方多い。そうだね、うん、と思うので。マロバットがね、うん、どうしても女の子は魔法少女とかに行ってしまうから。魔法少女になってよ。そっち違いました、違うもんですか。いや、マリアレコードとかに行ってからね。そっちかなって思いました。なってる、なってる、よ。僕と契約して魔法少女になってよ。魔法じゃない、契約したいと思う。魔法少女になりたい。でも可愛い洋服着るならな。そっち、可愛い洋服が着たいっていう理由で契約しちゃう。命かけちゃうマジかよ、軽いな。いやでもいいと思う、それぐらい軽い方が救えそう、救えそう。そう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 、気弱だってよさそう。ソウルジム濁らなそう。そうそう、濁らなそう濁らなそうだわ、ほんとそれ。いや、そういう意味では強そうよね。確かに、うん、なった方がいいよ、魔法少女なるか。ちょっと立候補しようぜ。衣装作れるんで。あ、私のミシンできるんですよ。あ、もともとはコスプレイヤーでした。え、そうなんですか。そう、中学校の頃からコスプレイヤーで。それは初めて知った。その頃は衣装屋さんも全然なかったから、コスプレ衣装を自分で作って、一回行っていらなくなったやつをオークションに出してっていう、はいはいはい、中学生高校生時代を過ごして。そうなりますよね昔はでもそんなですもんね。え、そうそうそう、すごい。そう、懐かしい。いや、すごいなんか共通点が多くて嬉しいです。やっぱオタク通るとこ一緒だよ。確かに、オタク、オタク、オタク通るとこ一緒だ。オタク通るとこ一緒、みんな大体同じ畑踏んできてるから。あ、そう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 。
でもなんかそっちからガンダム作れていくのって結構少ないと思いますけどね。そうなんだよね。なんか作るっていう方には女の子あんま向かないのかな。なんか難しそうで止まっちゃいそうな気はしますよね。悲しい。なんかそのさ、学校教育とかとそういう話になってんだけどね。はいはいはい、結局なんかね、女の子は家庭科やりなさいとかで振られちゃうから作るのが少ないんだよね。確かに。そう、そういうのがね原因だったりするんですけど。え、女の子家庭科で男子何になるんですか？それなんか技術っていうのがあって。技術？技術、うん、なんかこう金属加工とか。あ、やってたな。でも私それ一人でやってたんですよ。私もゲーム好きですよ。え、もうそこから一緒なんだよ。やっぱりおかしいんだ。ちょっと女の子全然いないのにさ、男の子に紛れて一人金属キーとか言った。トンカチ。一緒でした。一緒ですね。やばい。でそうじゃないとプラも来ないもん。うーん、そうだよ。あ、なんか悲しいけど、ちょっとやっぱ仲間、そういう感じがしたから今回誘ったんですよ。ありがとうございます。なんかやばい匂いがすると思って、やばいって言って、やばい。ちょっと待って、なんか臭そうみたいになっちゃったけど、違う違う。いい匂いするんだよ、いい匂いするんだよ。ほんといい匂いするけど、そういう意味じゃなくて臭い感じがする。あー、出ちゃいますよね、それはね。ちょっとね、やばさが出てるよね。やばさ出てるわ、やばい。やばさ出てる。まあ、だってね、なんか、ハンダコテとかすごい好きでしたもん。好き。それプラも使えるから。あ、使います。使います。溶けるから、なんかダメージ加工とかでブシ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 弾痕とかやれるよ。やろうやろうやろう。パンダコテやろう。楽しそう。楽しい。ね、なんか学校でやらせてくれるの楽しいじゃないですか。あ、そう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 。すごい授業好きでしたもん。私もなんかそういう図工系ばっかりやってたから、うん、よく今これがハマったんだろうなと。まあね、その時の活かせる知識ってありますからね。そうそうそう。だからプラモデルを教育によろしくお願いします。お願いします。お願いします。教育に取り入れていただければ、こんなに地図が読めるようになります。読めないな。嘘嘘。地図読めないです。嘘。絶対読めるって。これできたら方向音痴なんですよ。なんか地図見てもよく分かんなくて、自分が今どこにいるかが。確か例外もあるので頑張りましょう。ちょっとデータに入れときます。例外もある。知らなかったそれ。ちょっと例外ですね、いや、みんな方向音痴じゃないと思ってた。そう、空間認識が高いから。おっと。そうそう、そうですね。なんか地図なんてなくても歩けるぜみたいな。一回通ったに全部覚えるぜみたいな。汗これ先に、多分今後ね、先に切っちゃったら組み立てられないかもしれんね。かもしれんわ、それは。確かにやめとこう。もうちょっとね、先に宣伝すれば。そうそうそう、大丈夫。最後組めるから。はい、大丈夫。しゃあ、そうすると塗装した後とか困りそうだね。そうですね。なんかバラバラの状態で塗ったりするから。なんかね、なんか現状この間作品やった時は、うん、もう、あ、猫の足、うん、に、あ、右とか、そうとか、マステだけして、右のやつはマステついてるやつ、ついてないの左みたいな。全然でって、もうそれでいいと思う。いいですか。バッチリ。よかったよかった。いい対策。もうなんかどうね、混ざっちゃうと。混ざっちゃう。もうアウトなので。地図読めないので。地図読めないので。読めないので。プラモの向きも分かりません。難しいです。おいおいそう、慣れだと思う。慣れいいじゃないですか。一個のなんか、うん、でゴールみたいな感じで地図読めるようになるかみたいな。それをね、前と後で比較できないからね。そうですね。そう、できたかできてないかはちょっとチカちゃん次第。あの、自己診断で。チカちゃんがそうそう、できたーって言えばできたから。じゃあ、そのうちなんか、3ヶ月後ぐらいにできたってことにしときもらっていいですか？ OK です。OK です。ってことにしときますね。そう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 。地図が読めるようになる。ブラも素晴らしい。いいじゃないですか。ブラものおかげで。そうそう、プラモのおかげで。地図が読めるようになりましたっていう体験談をたくさん増やそう。そしたらみんなやりますか？そう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 。ちょっとチープとかに入れてください。チープに入ったらもう最高ですね。そう、そうなんだよね。みんなでやろう。みんなでやろう。プラモ楽しいよ。そう、ちかお姉ちゃんが一緒に作ってくれるよ。一緒に作ろう。いいよね、こんなお姉さんと作りたいよね、みんなね。いや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 、私きのさんと作れてることでもう感動してるので。嘘やん。ありがとうございます。嘘やん。なんでめっちゃ話しかけられてうざいわって言われること多いんやけど。そんなことないよ。そんなことないでしょ。こいつうるせえなみたいな。でもちゃんとサク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 進んでるのがよくわかんない。今どこまでできたか教えて。
できる女やな。ざっとこんなもんですね。こう説明書通りに順番に作ってないのがもろバレな。あ、すごいな。適当すぎるよね。いいな。じゃあ地図読めるようになってからやりますね、それ。そうだね。ポケモン通じんのか、ちゃんと。うわ、嬉しいな。結構なジェネギャを感じてるはずなんだけど、本当。そうですかね。あるよ、あるよ、全然。みんなでこの動画見ながら作ってくれたら嬉しいなと。な、そうそう。こんなアホなね、二人が。ずっと喋っとるだけの動画。そうですね。わちゃわちゃと。